竹中ふさあき復活なるか。ミサコジム竹中ふさあき、日本ジュニアフェザー級の4位にランクされています。青コーナー、韓国バンタム級3位、122パウンド、韓国アン・ヨンチン。青コーナーが韓国アン・ヨンチン、韓国バンタム級の3位です。ジュニアフェザー級の10回戦、この試合も引き続き解説は八百板さんと真島さんにお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ八百板さん、はい、竹中は大事な大事な試合です。そうですね、まあ再戦と組みですね、はい、東洋タイトルの決定戦でね、KO されましてね、はい、その後アメリカ行って負けまして、はい、真島さんは竹中に今日どんなボクシングを期待しますか？やっぱり自分の素晴らしいパンチを当てるためにね、はい、どのぐらいやはりこう自分をいじめられるかと、こういうことでしょうね。さあ開始のゴングです。ジュニアフェザー級の10回戦第1ラウンドのゴングが鳴りました。白いトランクス、ゴールドのベルトラインとサイドライン、ミサコジム竹中ふさあきです。今日は大事な大事な試合となっています。対しますのはブルーのトランクス、シルバーのサイドライン、韓国バンタム級の3位アン・ヨンジンです。竹中の方は昨年の11月日本タイトルを飛び越えていきなり東洋タイトルに挑戦しました。まあ、当時は10連勝中、ノリに乗っている状況だったんですが、しかし残念ながら8ラウンドテクニカルノックアウト負けで完敗の竹中、まあ、その後復活をかけてアメリカに渡り3ヶ月の武者修行を行いました。日本に帰ってきて今日が日本での再起戦ということになります竹中です。さあ両選手ともパンチを振り回していきます。八百板さん、立ち上がり竹中をここまで動き見てます。第1ラウンドダウン。さあいきなり秒殺の竹中、いきなり復活か。まだ第1ラウンド十分に時間は残っています。タイミングのいい右フックだったですね、竹中自慢の右フック。第1ラウンドいきなり火を吹きました。さあアン・ヨンジンも左右のパンチを出しますが、しかし竹中冷静です。和島さん、いきなり竹中ダウンを奪いました。ね、パンチのある人はね、結構打たれ弱い方ですからね、はい、これ気をつけなきゃいけませんよ竹中君ね。残り1分30秒あります。第1ラウンド、ダウンを奪いました竹中。竹中は20戦して16勝4敗 15KO、うち10勝が1ラウンドノックアウト勝ちというまさに秒殺男です。左のストレートダウン、第1ラウンド2回目のダウン、アン・ヨンジン。さあ竹中、第1ラウンド2回目のダウンを奪いました。さあまだ時間はたっぷりあります。ラスト1分、第1ラウンド、まだ時間は1分残っている。早くも2回のダウンを奪った竹中、今日が大事な再起戦。竹中、韓国のアン・ヨンジン、韓国バンタム級3位のアン・ヨンジンから第1ラウンド早くも2つのダウンを奪っています。左を伸ばします竹中、リングの中央。さあアン・ヨンジンは少し前のめりの格好、残り30秒、右のフック、腰が落ちる、腰が落ちた。さあここでレフリーが止めた、レフリーが止めました。竹中ふさあき見事な復活、第1ラウンド。いやー八百板さん、はい、最初のね、一番最初のタイミングすごくいいんですよね、はい、その後ねちょっと打たれましたけどね、やればパンチありますからね、はい。さあここで1回目のミラーパーからですよ、ね、1ラウンド2分34秒1ラウンド2分34秒。さあこれが2回目の竹中が奪ったダウン、左ストレートですね、はい、まあ、押してるようなパンチだったですけどね、和島さん、はい、和島さんにお話を伺う暇もなく竹中が試合を決めてしまいました。そうですね、やってる本人から言うとこっちの方がいいですよね、そしてこれが試合を決めた3回目のダウンです。アン・ヨンジン、韓国バンタム級の3位、竹中の前に全くなすすべがありません。いやー竹中が昨年タイトル、東洋タイトル挑戦に失敗して、まあ、今日が本当に大事な大事な復帰戦だったんですが、見事
復活を果たしました竹永です。